初代ビングリー男爵、ロバート・ベンソンは、イギリスの政治家、貴族、財務大臣、王室会計長官を歴任した。連ープのロバート・ベンソンの息子として、ウェイクフィールドで生まれた。ロンドンの学校を通った後、ケンブリッジ大学クライススカレッジに進学した。ヨークの司会議員を務め、1707年には、ヨーク市長に選出された。また、 1702年から1705年まで、セットフォード選挙区の1705年から1713年まで、ヨーク選挙区の庶民委員議員を務めた。1711年に、数密顧問官に任命され、同年から1713年まで財務大臣を務めた。また、1711年7月から1715年2月まで、南海会社理事の一人だった。 1713年にビングリー男爵に除され、スペイン駐在イギリス大使に任命された。1731年に死去、ウェストミンスター寺院に埋葬された。ビングリー男爵の爵位は断絶したが、後に、娘婿が除されて復活した。ヘニチ・フィンチの娘エリザベスと結婚しており、一男二女を設けた。また、ジョン・バーゴインの本当の父が、ビングリー男爵という説があり、 ビングリー男石は遺言状でバーゴインの負債を遺産で帳消しにした。ブラマムパークなどの領地は娘ハリエットが継承した。ありがとうございます。